串原城は、岐阜県江那市串原にあった城。美濃国縁山荘の地頭、遠山市の文家串原遠山市が、領内に築いた城。縁山十八市城の一つ。前期は、南柿畑集落に城があり、後期は、太平集落に城があった。串原には、その他にも、福原城や、松本取出、金取が存在した。天正二年、武田勝頼は、 織田信長を圧迫するため、か信濃ななど5カ国の兵力で4月中旬に東美濃の城や砦を落とし入れたが、その時に、串原城も落城した。串原城とも、城金とも称し、室町時代前期に築城されたと推察されている、城市で標高590メートル。三方は、急な坂で東方の尾根を掘り切りして、土塁と市頂上を平坦にして、 東西約50メートル、南北約45メートルの戦場時期と呼ばれる場所に本丸を築いていた。堀の深さは平均約2.5メートル、底幅は約2メートル。簡単素朴な城市である。串原延山城とも称する。柿畑城よりも新しい戦国時代の城であり、標高520メートルの山城にある。山頂に矢倉市があり。 妙法美法山と守る茂政霊という大きな石碑と、その傍らに月間畜用塔がある。空堀は3箇所あり、東側の堀跡は現在山道として利用されている。東南のり口の農家に、都の井戸という古井戸が残っている。なお、東北六には、一切れ町というところがある。演山画角守が築城し、その子孫演山行景が継いでいたが、天正2年2月に、 武田方の攻撃により落城した。福原集落の東端で、江名市上矢萩町との境の断崖状にあった砦出で、ある。目前の矢萩川の対岸は、三河国であり、当初は今川市の家臣で後に、武田市良い市の家臣となった川出市の川出城、川出古城があり、また、川出城の東側には、押山城もあったので、その監視と、 串原東山資料の関門を目的としていたと見られる。なお、跡地から発掘された骨壺が室町時代中期頃のものと推定されており、また城山は城の根という故障で呼ばれるため、室町時代中期の鳥出と考えられる。串原殿とも言う、松本集落の中央の高さ20メートルほどの丘の上にあった。鳥出といっても、 串原東山市の屋敷であったと考えられている。西宮6.5メートル下に姫井戸があり、落城の際に姫がこの井戸に闘神したと伝わっており、この井戸付近で若い婦女子が蛇を見れば、姫の怨念の化身であるから、たたりがあるとして、現在も近寄るものがない。標高470メートルの通称鳥出の山頂にあった。小規模で菱形にした。 長さ15メートル、幅9メートルの作兵地と、その下に続く、長方形の長さ15メートル、幅5メートルの土角があるだけで、数人しか収容できなかったようである。現在は、公共の入浴施設、笹百合の湯の敷地内となっている。武田勢から攻撃された際、東山ヨ五郎は岩窟に身を隠していたが、愛犬が岩窟の前で吠え続けたため、 武田勢に発見され自ら岩屈から出て戦い、討ち死にしたという。また、重心の大島与一は牛に乗り自ら矢作川に身を投じて死んだという。ありがとうございます。